今回はお風呂です。レナは入浴中のため血行が良くなっていて、また虫除けスプレーなどを塗っていることもなく、大変吸血しやすい状態になっています。ただし吸血しすぎると体が重たくなり飛行しにくくなるので注意してください。レナ、お風呂入っちゃって。今ドラマいいところだから待って。お父さん入っちゃってもいいの？先に入る。かゆい。寂しい。感じる。まあいっか。なにこいつ。やめ。いい匂いでしょ。
消毒。火加減はどう？パルビはない。いた。熱湯消毒。どうする？何？何？まあ、いっか。頑張ってください。視線感じる。まあ、いっか。頑張ってください。
何？まあ、いっか。お風呂でのぼせてしまいましたか？金代が台所で夕食の支度をしています。家族全員が蚊に刺されたので、金代は蚊取り線香を設置しました。蚊取り線香の煙に注意してください。おかしい。何が？なんか変よ。なんで虫に刺されるわけ？外で刺されてきたんじゃない？あんた最近夏だからって遊んで遅く帰ってくるじゃない。なんだと？門限を破ってるのか？お小遣いアップと控えに門限を守るって約束しただろう。今時門限が5時の家なんかないよ。許さん！分かったわよ。別に少しぐらい遅くなったっていいじゃない。お母さん、その話はもういいから。うちに蚊がいるかもしれないんでしょ？うん、よし母さん、とりあえず効きそうな殺虫剤を買ってきとけ。ご自分でお買いになったらいかが？お母さん、これから夕食作るんでしょ？レナ、今日はコロッケ食べたいな。そう？じゃあ、今日のご飯はコロッケにしようかな。やったー！でも、お母さん、あの作り方はどうにかなんないの？何言ってるの？あの作り方がいいんじゃない。じゃあ私台所に蚊取り線香つけとくね。あ、もう、
ないわね。うん、いい感じ。行きますよ。Thank you.
煙たいわね。いい感じ。頑張ってください。頑張ってください。
主婦の皆様は真似をしないようお願いいたします。レナの部屋です。レナはあなたに対する警戒心を強めています。殺虫スプレーを用意してきました。さらに部屋に殺虫灯を設置しました。注意してください。いたった、かゆい。大丈夫か。コロッケダメになっちゃったな。すみません、夕食が。母さんが無事ならそれでいいんだよ。お父さん。やー！近所の迷惑になるから静かにやんなさい！買ったばかりの殺虫と壊さないでよ。まったく。あれは母さん譲りだな。母さん。
んだろう。残念です。